こんにちは、農林水産省です。この動画では就労条件改善タイプの事業の流れや申請に必要な書類などについてご説明いたします。どんな書類が必要なんだろう。事業申請と実施に必要な手順をご覧の4つのステップでご紹介します。まずはステップ1、申請前の準備です。ケース1の通り、既存の各種協議会を活用いただく方法と、ケース2の通り、新しく協議会を立ち上げる方法があります。ちなみにこの協議会は農業経営体3経営体以上と関係機関1社以上から構成され、本事業ではこの協議会に対して支援を行うこととなります。既存の協議会をそのまま活用いただく場合には、その協議会の構成員全員で取り組んでいただくこともできますし、協議会の構成員の中から希望する経営体の方のみにご参加いただく方法でも構いません。新規で協議会を立ち上げる場合には、構成員や運営体制を検討し、協議会規約を作成することになります。事業実施主体のホームページにおいて具体的な流れや規約の例を掲載していますので、ご活用ください。任意の協議会、団体でも本事業への応募は可能です。事業実施主体のホームページは動画後半で紹介するリンク、または概要欄に記載しているアドレスからアクセスをお願いします。次にステップ2、事業計画書の作成です。事業計画書には地域協議会の構成員や地域の現状と課題、新たに取り組む就労条件改善の内容、事業の成果目標を記載してください。なお、この事業計画書は事業申請前に完全なものになっていなくても、事業実施過程において課題を明確にしながらブラッシュアップしていただくことも可能です。事業計画書にご記載いただく新たに取り組む就労条件改善の内容については、休憩時間の設定や雇用保険の加入、労働安全教育などといった項目を3つ選択していただきます。新たに取り組む就労条件改善の内容には、未実施の項目について新規に取り組む場合のほか、すでに取り組まれている項目についてさらに改善に向けて見直しする場合も支援の対象になります。次にステップ3、公募申請、審査、採択です。事業実施主体に公募申請書を提出していただいた後、事業を開始していただくまでには事務局との間でご覧のようなやり取りが必要なため、通常1ヶ月程度の期間を想定しています。そしてステップ4、事業実施です。まず事業実施前に各構成員の従業員に対して満足度調査を実施していただきます。項目ごとに5段階のアンケート形式となっております。満足度調査の結果を踏まえて課題を特定し、その解決に向けて働きやすい環境づくり計画を策定していただきます。この働きやすい環境づくり計画には、各構成員の労働環境の見直し項目の設定状況から課題解決のための取り組みまでを協議会として取りまとめていただくことになります。この計画に基づき就労条件改善の取り組みを実施していただき、最後にもう一度満足度調査を実施し、取り組み実施後の効果を測定いただきます。この満足度調査の結果は次なる改善への処方箋にもなるものです。事業の流れは以上です。これまでご案内した申請書類の詳細については事業実施主体のホームページでご案内しています。
ホームページでは申請書類の記載例や Q&A、各種書類のひな型を掲載しております。画面の QR コードまたは概要欄に記載しているアドレスからアクセスをお願いします。また具体的な事業イメージが湧かないという方のために、先進事例や主要品目ごとの課題と取り組み事例についても農林水産省ホームページにて公開しております。ぜひご活用ください。農業働き方改革で検索、または画面の QR コードから農林水産省ホームページに飛ぶことができます。具体的なイメージが湧いてきたぞ。よし、準備を始めよう。動画をご視聴いただきありがとうございました。皆様もぜひ事業の活用をご検討ください。